な、途中からなっちゃった。はい、これちょっと離れてから乗りに行っちゃうかな。自分からないとしにくない。遺伝子、遺伝子、うん、いいか、腰がね、こう外れないように下げたときに腰外れないぞ、板と同じ方向っても意識するんだぞ。はい、大志、お、そう、お、いいぞ、さっきの一歩より全然いいな。はい、こっち腰外れる。こっちはいいね。こっち外れるね。次行きます。お願いします。スタンス強くな。スタンス強くだぞ。うん、めっちゃ。腰外れるな。最初にね、こう傾きがやっぱ強くなりすぎちゃうからね。そこだけ注意してください。はい、ゆりな、はい、意識は乗ったまま切り返してくれよ。そう、お、まだね、最終量だいぶいいけど、うん、そうそうそう、自分からないじゃん。板が帰ってきて乗れてくるのをしっかり待てよ。焦るな焦るな。ちょっと焦るな。はい、シュン。そう、手動になってくるのがね、膝だよ、膝。腰だけね、傾きすぎてスパーンっていかない。外側の足首しっかり前に前に押さえていけるようなポジションを作っていこう。若干腰やな。はい、レン。そうだ、腰じゃないぞ、腰じゃなくてな、しっかり下の方、ほら腰になってる。はい、外れてる。これダメ。おい、はい、ライ。そうだ、ライ、さっきより全然いいぞ。ほら、膝動いてきてると腰の位置ね、勝手にいい方向向いてくる。まだちょっと腰入っちゃうけどな。よし、はい、シュン。さあ、傾きすぎるな。常にスタンスの中、スタンスの中に体の重さを置いておくんだぞ。そうそう、だいぶ横に引っ張らなくなった。だいぶ横に倒すだけになってきた。はい、本日ラストです。はい、旬のテーマとしては切り替えの時にね、頭入らないんだぞ。そう、自分から回しに行き過ぎない。そう、腰入らないぞ。ちょっとこっち入るな、まだ若干な。はい、ゆりな。難しいね。よし、はい、大志逆、大志逆だ。早速逆でやっていくもんな、さすがだな。まあ、だいぶ滑りは良くなってきたけどな。はい、ゆりな。
よし、そう。まだ切り圧溜まったのを切り替えていくのが、ちょっとね難しいな。立ち上がったりしちゃダメだぞ自分で。さあ今日やったことしっかり。そう、体の上だぞ。スキーの上に体しっかり。おいおいおい。